我々に次はない。この作戦でマザーシップを破壊する。いいな。マザーシップはドローンとテレポーションシップに守られています。俺はこっちにはレールガンがある。必ず沈めてやる。奴らは黄金の装甲で守られており、もはや我々を気にも留めていない。だがその油断が命取りになると教えてやれ。ドローンが来ます。レールガン射撃開始だ。歩兵部隊はレールガンを守れ。マザーシップへの攻撃作戦は失敗。破壊された都市は5つ、軍事拠点もほぼ壊滅です。ですが希望もあります。北米ではマザーシップナンバー3への攻撃を継続中、前線しているとのことです。最後に残ったのが俺たちとは笑えるな。これが最後のショーだ。これほどの大舞台、悔いはない。戦い続けてきた。故郷のため、家族のため、友のために。だがもはや全てが失われた。皆傷を負い、闘志は尽きかけている。これ以上何のために戦うのか、何のために苦しむのか、胸に手を当てれば答えがわかる。強く熱い鼓動、皆死んだ。だが我々は生きている。生きている者がやらねばならないのだ。この星に生きた命を代表し、奴らに一発食らわせる。テレポーションシップ撃破。北米に降下したマザーシップナンバー3への攻撃は失敗しました。しかし巨大砲台に攻撃を集中し、損傷を与えることに成功したようです。巨大砲台は金色の装甲で守られてはいません。マザーシップの巨大砲台を狙え。砲台を破壊しろ。
損傷を与えたようです。いけるぞ。攻撃を砲台に集中しろ。巨大砲台に着弾を確認。マザーシップナンバーワンが移動を開始。ナンバーツー移動開始。すべてのマザーシップが移動しています。進路はこのエリアのようです。なんだと。北米ではこのような動きは報告されていません。すべてのマザーシップが一箇所に向かうのは初めてのことです。11隻のマザーシップが集まってみろ。このエリアなど一瞬で消し取るぞ。巨大砲台沈黙。やったぞ。ナンバーイレブン大破。やった、やりました。初めてマザーシップの破壊に成功しました。なんだあれは。マザーシップが形を変えているぞ。これは一体なんだ。そんな、こんな報告はどこからも。一体何が。撃ってくるぞ。砲台が飛んでいる物体には砲台があるぞ。敵戦機は砲台を展開しています。一体何が起こったというんだ。こちら地上部隊、激しい砲撃を受けています。そうか、こいつがコマンドシップだ。ナンバーイレブンこそ敵の司令船だ。だとすれば他のマザーシップはコマンドシップを守ろうとしているのでしょう。神話の時代から存在する神の乗る船、やっと見つけた。撃墜してください、早く。この船は敵のコマンドシップである可能性が高い。攻撃しろ。コマンドシップを撃墜すれば戦いは決する。急げ。敵が集結する前にコマンドシップを叩け。こちら2L 壊滅状態です。こっちも誰だ。コマンドシップはマザーシップを上回る戦闘能力があるようです。絶対に逃がしてはダメです。破壊してください。地上部隊、砲台を攻撃しろ。敵船の力は強大だ。だが人類最大のチャンスでもある。コマンドシップを撃墜しろ。船を破壊できればこれまでの犠牲も絶対に絶対に破壊しないと。砲撃は苛烈、繰り返す。砲撃は苛烈。シップはバリアのようなもので守られています。攻撃が効かない。バリアか。砲台を狙え。砲台を破壊して攻撃のチャンスを待つんだ。砲台に狙われてるぞ。助けてくれ。しっかりしよう。それどころではない。我々は全滅寸前だ。なんとかしてください。なんとかして。逃げられたらこれまでの犠牲が無駄になります。絶対にここで破壊しない。
コマンドシップは強大な力を持ち、さらにマザーシップ10隻が集結しようとしている。もはや打つ手はない。スピアを忍じろ。そんな攻撃不能、隠れろ。映像を分析、敵の弱点を探します。手に入る。シールド消失。やった、やった。クソ、シールドを破らない限り勝ち目はない。コマンドシップはシールドで守られています。怪物が送り込まれてくる転送装置だ。戦闘態勢。死ぬなよ。戦闘可能なものはストームアームを援護しろ。急げ。そこに移動する。攻撃されてるぞ。うまい。最後にあの船を道連れにできれば。最低な人生だったかな。今生きてるだけでも幸運だ。お前こそ本当の死神だ。奴らにとってのな、借りを返してもらうぞ。エイリアンを確認。お前が地球人の代表だ。Yeah!
在を確認。やはりあいつか。シールドが消えたぞ。情報部の総力を上げて映像を解析。どこかに黄金の装甲がない場所があるはずだ。コマンドシップの下部中央に装甲のない場所があります。コマンドシップの中央を狙え。レーザー砲台だ。コマンドシップの中心部だ。真下から中心部を狙え。コマンドシップに着弾を確認。やった、命中です。聞いてるぞ、攻撃を続行しろ。システムに異常発生、修理が必要だ。適用陸艇を確認。マルチレーザー発射。重装甲のエイリオンです。
ルジレーザーフルチャージ。システムチェックシークエンス。世界に勝利を報告。我ら敵司令船を撃沈せり。待ってください。空中に何か人影のようなものが。そんな、バカな。生命体のようです。まさか神。こんばんは。